邪魔します。すいませんね、今日無理で。もともとね、今日休みのつもりで、あれしとったけど、ちょっとごめんなさい。大丈夫です。じゃあ今日は手前のぞって。ありがとうございます。久しぶりです。お久しぶりです。邪魔します。コースでもあれだけど、2人しかなかったんで、だから。いやいやいや。コース食えるかなっていう。あれだったんで。いえいえ。いや、お願いします。すみません。ありがとうございます。じゃあ、お飲み物決まったら。はーい。レモンサワーとビールで。レモンサワーとビール。はい。久しぶりだからね。でも本当ね、ちょうどあれだったんだよ。あの梅ひばとかも今日休みだったから土日。あ、そうなんだ。こらえてよかった。話でもしながらと思って。そうね。15? 休み15日休み、うん、金曜日。お待たせでーす。あー、お待たせでーす。撮影なんですね。ありがとうございます。いや、全然全然すみません、宣伝いっぱいしてます。はい、いっぱい紹介してください。はい。はい、どうもです。では、料理出来上がりしないお家。はい、ありがとうございます。うまいっすね。よっしゃ、ね、ちょっとあれもしないといけないんだよね。なんですか？同窓会の。あ、そうそう、うん、来月ぐらいだから行こうと思って。そうそう、多いのよ。いや、でね、こないだほら、31日うん、あの本当はこっち、お城行きますみたいな話しよったけど、はいはいはい、めっちゃ雨がほら、うん、出る頃になって、はいはい、そうそう。でもあの後めっちゃ晴れてたからさ、うん、こっちはでもね、降ったりやんだりかな。でもわりかしあんまでもいい天気ではなかった。そうよね、うん、ちょっと小降りかなぐらいはやれたけど、うんうん、で、しょうがないけどもほら、あもうごめんやめようと思って、うん、やめて。じゃあ時間が空くじゃん。空くね。まあ横にキリトがいたわけですよね、うん、何する、うん、いや、帰る。いや、帰るじゃん。ちょっとあれだなと思って、なちょうど俺買い物に行きたかったからおうおうって言って買い物ちょっと付き合ってもらったんだけど、うん、その時にそんな同窓会の話になって、だからウーシーは忙しくて来れないって言ってて、うん、だから LINE かなんかで、うん、じゃあ電話しようと思って。昼するんでしょ。いや、まあ昼か夜かまだ決めてはいないんですよ。遠い方にあれしようかなと思って。まあだから女性陣が昼だから多分どっちもすると思う。あ、そう。昼部夜部で、うん、昼だけだったら俺昼だけなら行こうかな。そう、うん、多分昼は昼で多分多くなるなら昼だけの方があれかなっていう、うん、キリトも言ってたけど、うん、あいつ朝1時仕事じゃん、うん、で次の日休み、うん、取ってて、でなおかつ無理言って、うん、その朝1だけの時間だけ仕事にしてもらって、はいはい、その後ってフリーになるから、はいはい、だから昼ぐらいからは行けるってことね。昼だけなら昼だけでいいよねなんて言いよったとこだったよ、うん、そうだから、まあ、昼だけでも一応昼にしたらまあ今度はどうかなっていう。いや昼にしてもいいんだけどね。昼やって夜やりたいやつだけあれかなって持つ。俺はね、俺は大丈夫。俺寝るよ。そう、東京組がね多分あれだからさ、うん、せっかくだからっていうのはあるから。まあでも多分今回先生たちも6から、まあ、昼の方がまあ、いや、いいと思うんですよ、うん、正直夜ってなるともう本当ならしたい人間だけって今言ってたよね。そうそう、うん、絶対なるもん。でもう次会うことなんて相当ないから、ね、やっぱちょっと誰かが正解進出とか。なんか失礼いたします。お料理お持ちします。あ、します。そうね、正解ね、うん、多分そんなやつは出てこないけど、うちらの無理だろう、無理だろうよ。相当勉強せないかよ。国に出なくても
村長ぐらいないんじゃない地元じゃ、評判悪い、うん、バレてるからね違う、知らないところでねそうそうそう縁もゆかりもない村やよ、これちょっとねエルちゃんそれこそ、のぼうさんとかぐらいは全然あれできそうだけどねもともと一発目があれだったからね広島の秋の毛利元成かな、うん、の人が招待やめてそのまま政界にあ、うん、そうなんだ広島の市議かな、うんうん、で元々その人はなんか会社の社長してたからちょっとあれだったんだけどそうなんだそうそういう実績がちょっとあったからねなるほど違うんだろうけど招待もそういう流れもねうん、しのしのきれいに全体的にほら年齢が高くなってってるじゃん。そうね。で若い子がいるところってどこだ？熊本ぐらい。いやもう熊本もそうでもないな。多分一番若いとこってあそこだと思う。小倉。ああ、うん、小倉ね。が一番新しくできてるからあそこが多分若いんじゃないかな。そうね。あとはまあでも。ね、名古屋とかも新しく入ってきた人とはないだろうけどいややっぱ本当、うん、それまでの年数そうそうやってきてた人たちで出来上がってるからさ、うん、難しいよねいくら踊れてもそう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 ね盾ができてもいやなんか違うって言われるとね、はい、大変ないよね今武将隊顔触れだいぶ変わってますね変わってますねだいぶ高田さん辞めたんですもう勘弁さん辞めました。で殿も辞めて、もう殿もいなくなったので、そう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 ね。はい。今市議会議員頑張ってるんで。殿は誰になったんですか。まだ殿決まってないです。今。あれだけのカリスマ。そう。なかなかいないですよね。プレッシャー。プレッシャーですよね。耐えれないよね。うん。いや、しなきゃいけないんだけどね、やっぱ何を知りで、ね、知り込んでるのか。ああ。いや、もう絶対ね、ブーブー言われるけど、もうしょうがないけど、やるしかないよ。ね、熊本城におらんかったら、ダメだし。エルちゃん。この間、キリトにも言ったんだけど、うん、またお城行くのねって言うのよ。うん。え、行きますけど、何か。行くけど、うん、武将隊全然見ないで俺帰るからさ時間がねそうそう、決まってるじゃん、うん、そうそうだけど午前の部、うん、午後の部にしても合わないし今3時からだからねあれ ?20 時過ぎじゃなくてそう、今暑いから3時にしようよ今月いっぱいかなあ、じゃあ余計にね、うん、1回ね、ぐるっと回って、うん、トイレがあるじゃんフラガリ通路のとこあ、そうそう、うん、あれの手前にトイレがあるじゃん、うんそうでめっちゃほら暑くて、うん、でトイレも行きたかったから行って、うん、あっちーと思いながら出てきたら、うん、ちょうどその昼からの部の、うん、でやってきてたのよ、うん、ちょうど小西さんと姫様と、うん、あと一人がちょっと忘れたけど、うん、ちょうどトイレから俺出てきた、うん、俺と鉢合わせしたような思いよ、うん、ああめっちゃ俺気抜いとったあ気まずいまあ向こうはね全然ほら、うん、あれだけど、うんなんか、あ、俺的に、あ、しまったってちょっとテンションがねで、本当はそのままついていけばいいじゃんあ、はいはい、で、待っとけば始まるんだから、うん、そのまま俺帰ったからちょっとやっちゃった感が出まして悪くはないんだけどねエルちゃんだからまあでも明日雨だからまあ、あれするもしないもしない、もうだから今日飲んでるのなるほどねそれはこれでねもう明日のこと忘れてね、うん、もうしょうがないゆっくり寝る寝る、うん、で本当は痛風の薬がなくなったのよ、うん、だから病院に行こうと思ってたんだけどはい、はい、行くとね血抜いたりとかあはいはいはいあ検査でねそうそうそう、うん、しなくちゃいけないんだけど、うん、今日飲んでるじゃん、うん、ダメだねそうだから明日はもう何もしないと思って家でうん寝たきますそうだね、俺も明日、うん、ね、ほら、言っとったじゃん電車行くとかあ、そうそうそう、俺もいろいろだからね
なんかできるかなって結構調べてたんだけどね、全然なくてね。無理っていうのが。うん。だから、あそこに秘密基地のね、あの、あそこあるかなと思ったら、金土日祝だって。やっぱそういうことかってない。全然平日はいねえって。で、最悪下見がてらで、そこでご飯とかって思ったんだけど、全然空いてねえなら意味がねえし。無理無理。先月よ、9月になったから、うん、8月、うん、行こうと思えば行けたんじゃねとか、思ったんだけど、言っても、小学生とか、あまあちょっとね、小さい子が、そうね、夏休み、あるもんね。で、そういうちっちゃい子を押しのけて、俺が俺がって。あそうね、大人としてね。もういいおっさんが。ワンピースの電車俺見たいんだからどけよとか言えないじゃん。そりゃダメな取り鉄ですよ、ほんとに。やっぱそこはね、子供優先だよ。そうそうそう、我慢してずらしなんですよ、うん、だからね、それでいいと思う。ちょっと暑さも落ち着くだろうしね、9月の方がね。まあ15日ですか、うん、そうね、まだ紅葉にはまだちょっとあれだけどね、うん、まあまあでもいい感じじゃないかな。雨とかじゃなければいいんだけどね、ほんと。エルちゃん、すいません、ハイボールを。ハイボール、はい。稲妻は何なんですか？稲妻は元気ブランディー、ちょっと甘めのウイスキーじゃないですか。なるほど、うん、何？稲妻？一回飲んでみます。稲妻ハイボール、うん、イレブンじゃなくて。そうね。あの説明が難しいので。なるほど、一回飲んでみますか。じゃあ稲妻を、じゃあちょっと一回。わかりました、すいません。砂糖玉出るんじゃない。失礼します。はい、どうも。これです、ね、電気クランっていう、これです。多分熊本のうちと、なんかあと写真撮っていいですか。うん、あどうぞどうぞ。地下扱ってないやつですね。初めて見ました。何、電気クラン。東京の神田バーっていうところのマスター、神谷バーだ、神谷バーっていうところのマスターが、はい、あの開発、昔開発して、まあ、ウイスキーがあんまり手に入らなかった頃にそれに近いものを作ろうって。昔っぽい。あ、でも確かになんか、そうそう、電気、そう、電気はなんか昔、その電気が灰からみたいな。あ、なるほど。だから全然意味はないらしい。エレキテル的な。そう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 。松戸、まあ、謎物の料理、今日は来たから揚げ。ありがとうございます。もう病気になっちゃうよ、こういう食べないと。あ、でも本当だ、なんか、うん、説明しづらい。そうそう、うん、ビリビリするの。ビリビリしたいんですよ、それは。ちょっと飲んでいく。ちょっとね、うん、一口、うん、うん、ちょっといい。稲妻感はないけどね。あ、でもなんか、あ、うん、普通のハイボールは確かに、あのこう爽やかさが確かに、うん、そう、うん、まず、うん、どうだ、これからするとちょっと飲みやすい方かもしれない。お酒苦手な方にはすごい利用だ。ただですね、度数はウイスキーを高いので、だけどハイボールにするときはちょっと薄めにする。なるほど、優しさでね。なるほど、あストレートもあるんですけど、うわ、あストレートだ。チャミスル系ですよ。あ、そうか、ね、今で言う、うん、あ、そうそう、甘いから、だから確かに飲みやすいよ、飲みやすい、うん、あんま好きじゃなかったですね。いや、でも全然いいですよ。これ好きでした。あんま好きないって言ってたコアなファンの人が、うん、これを飲みにうちに来てくれる。あ、そうなんですね。超美味しいと思う。うん、なんか結構ちょっと甘めのウイスキーとかほんと、これ届けてほしい。俺のお昼に。うまい。うまい。いい、唐揚げにハイボールいい。あ、美味しい。やっぱ美味しいよ、唐揚げ。唐揚げうまい。エルちゃん。鮭のホイル焼きです。あの、開けるとき熱いので、気をつけてくださいね。美味しそうな匂いと煙が。もくもくもそう。もう鉄板です。もううまいやつです。ホイル焼きって、うん、なかなかほら、なんか、そうそう、うん、やっぱこうやって出てくるとなんかこう嬉しい感じが、うん、ね、分かった、キリト。あ、今日おらんつたいね、こういう時いないんだよね、あいつ。しょうがないね。まあでもちょっと暑そうっすね、うん、ちょっと冷たぐらいがいいと思う。もうちょっと待ちましょう、うん、絶対暑い。じゃあちょっと、うん、いただいて。
この唐揚げもね、やっぱ揚げたてだからまあまあ揚げたて美味しいですよね、うん。飲みましょう、飲みましょうか。そうね、うん、あの香りがなんかすごい違う感じがする。俺がハイボールはあんまり、うん、まあ、飲まないから分かんないけど、うん、ちょっと味がついてて美味しいかなって思ったよ、うん、普通のより確かに。あ、本当神谷バーって書いてあるちゃんと書いてありました。うん、浅草の神谷バー創業者、ブランデーが入ってた。ブランデー、うん、だからちょっとやっぱ香りが、あ、なるほど、ね、うん、すごいね。人によっては黒ビールに合わせる場合もある。どういうことですか。わ、だからこ の, あのウイスキーに黒ビール、あ、うん、黒ビールとこれで割る、そうそう、割るっていう、は、うん、魚介類が合うとされ、または酸味のあるスナックなどが、アルコール 40% だから、あ、でもこれはでもあれか、 30% がこのボトルぐらいだったら、ボトルで 30%、 うん、なんかまたオールドってまた、でもこれオールドか、オールドだから多分 40% かな、 40%、 うん、このラベル見ると、ああ、さっきのと一緒だ。そうそうそう、また違うラベルのやつもあるみたいな。うん、昔はこのままでも本当になんかキュッてロックで飲んでた。おお、うん、明治の頃からあるみたいな。はあ、うん、いやー、いいですね。なんか昔のお酒ってやもしょうがない。へえ、これ飲むためには確かに来ちゃうかもしれない。これ飲みたくて。悪いっすね、うん、悪いけど普通飲んじゃおうかなレモンサワーで。レモンサワーで、すいません。はい、レモンサワーと普通のハイボールです。いや、でもこれも全然俺嫌いじゃないんですよ。うん、嫌いではないけど、うん、いやいや、皆さん結構大多数そんな感じなんで、うん、1回頼んでみて、お次から普通のハイボールです。そう、いや、でも多分あの俺ブラックリッカーよりこっちの方が、うん、あ、でもハイボールでいいんです。でも普通のハイボールです。あの、爽やかに行きたいスッと、もうバーで飲むんだったら、そう、あ、そう、あのご飯食べるとなるとちょっと甘すぎるんですよ。バーにあんまり合わない。そうか、そうか。で、これ単品とお菓子とかならね、全然こっちの方がいいですよ。お食事と考えるとね、甘すぎる。うん、でも結局してまずいあれではない、全然。うん、なるほど。うん、まっ、やばい、美味しいよ。うん、やっぱ鮭バターいいね。いや、美味しい、美味しい。唐揚げに続いてこの、ね、鮭のやつは、鮭いいね、鮭いいね。でもおっさんたちにはありがたいね。ね、エルちゃん、あ、めっちゃ今これ気づいたことがあるよ。こっち録画してなかったもん。そう、さっき今気づいた。30分でも50分うん、ジェグ、そうそう、時間です。こっちのカメラは入ってからずっと回しっぱだったんですよ。逆に、はい、こいつ俺回しっぱって思ってずっとやってたんですよ。いろいろやったけど、もうないよ映像。ないです。ないよ。どうもすいません。こっちも撮れてるかどうか、はい、マルの飲んでるとこだけしよう。はい、口から舌しか映ってない。俺の飲んでるシーンしか撮ってないでしょ。はい。で、あとこう来た料理をちょこっとわーってしてやってるだけなんで、美味しいコメントがないよ。まさかあのこいつ録画し忘れてたって。何やってるんだよ。いや、あのあれですよ、あのやっぱ専属カメラマンのキリトがいないんで。そうね。で、キリトにも言ってるんですけど、一人での撮影が最近なんかこう緊張する。やり忘れが多い。そうそうそう。なんか最初は一人でしてたけど、ね、じゃあ手伝ってくれる、手伝ってくれるじゃん、うん、そしたらじゃあそっちお願いねって言うじゃん、うん、言うね、うん、業務分散で、ね、それを今一人ですると、はい、逆に、はい、こうやってなんかボタンの押し忘れが出てまして、ダメな子。年です。年ですか。年ですもん。
りするよね。あんなにお刺身をアップにしてたのに。そう、ショック。全然取れてない。はい、あーんとかやってたんだよ。くそくそやっちまった。まあ、こっちでどうにかなるのか。そう、まあまあ、料理は取ってるから。料理は取ってるから。でも、今気づいたってことで、多分、なんか、動画になるのかなと思う今、俺がいます。そうね、なんか、どうにかしよう。どうにかしなっちゃいけませんか。うん、考えよ。メインはこいつだけっす。メイン頑張ってくれてるのは。で、まだね、まだ来るから、料理は。料理まだ、まだ。あ、そうそう、どうなんすか。まあ、多分、ラスト一品後ぐらい、多分あるんじゃないかなっていう。そうそう、ちゃんと鮭を、鮭を取って、鮭を、そうそう、鮭を、ちっちゃいよ、鮭。もっと大きい、大きい鮭を、そうそう、見せてよ、視聴者に。なんでちっちゃいんだよ。もらっていい。そうそうそう、いいよ、もうもらっていい。あのね、鮭のホイル焼き、うん、まあ、メインのカメラの方はさ、あ、でもこれで撮ったからね。そうそう、撮ってるから大丈夫です。ね、こっちで撮りますもう挽回するしかないから、はい、あーん、はい、あーんしてください。はい、そっちはいい、そっちはいいんだけど、エルちゃん、どうしようかな。でも、まあ、まあ15までも順調にいきそうならね。15日は、うん、ワンピースの電車は予約がいらないのね、うん、で、要は行って、うん、座れたもんガチらしいんですよ、うんうんうん、まあまあ自由席的なあれだからね、うん、でも今月も何気に多いと思うんですよ、うん、で、本当はそのどっちかで行ってどっちかで帰るっていう人がいて、だから行きがワンピースだったら帰りトロッコ列車に乗りたかったんですよ。ああ、いいじゃん。だからトロッコ列車は予約制なんですよ、うん、なるほど。言って地元だけど、うん、乗ったことあるのって小さい頃だけなんですよ。いや、わかる。俺も小学校ぐらいじゃないかな、もう、うんうん、やっぱそんな感じじゃないですか。うん、予約しても全然乗っていいよ、それは。問題があるんですよ、うん、時刻表、うん、あのワンピースの方見るじゃないですか、うん、トロッコ列車の方見るじゃないですか、うんうん、ほぼ同じ。やっぱズレはあるんですけど、うん、ざっと、うん、最低1時間は待たないといけない。待ちぼうけ食らいます。あんなそこで1時間か。で、ですね、立野からもし乗って、うんうん、高森の方に行くじゃないですか。はいはいはい、高森は言っても近くにお店があるんで、そうそう、まだ散策できるよね。そうそうそう、うん、逆に立野に来るじゃないですか。うんうん、立野、うん、なんもねえよ。はい。饅頭屋だけでしょ。そう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 。あと何もないっすよ。ないね。建てるはないね。ちょっと頑張ってあれでしょ。温泉センター。あれも遠いよね。でも温泉センターもね。歩くと遠いよ。それか、あの近くの小学校の、うん、が100年超えてるんで、うん、その歴史を聞くかですね。何の苦行だよ、それ。で、高森でしょ。そっちの方がいいでしょ。そっちが全然いいです。そっちがいいです。まあ帰りになるかわかんないけど、うん、秘密基地、あ、そうね、うん、ところ寄ってとか。そうそうそう、中松ね、か、はい、まあこれはうまくいった時の話ね、うん、最悪どっちかしか乗れない。なあ、はいはいはい。今乗るとしたら、うん、ワンピースだと思うんですよ、ね、多分期間限定的なあれだろうから、うん、多分トロッコは今からずっとあれするから、そうそうそう、しばらく行けるからね。ワンピースの方が見たいじゃないですか、うん、動いてるところ、あと中が見たいんで、そうね、ゴーイングでいい、動いてる、うん、で、まあそれで高森まで行くじゃないですか、うん、駅に着いて降りたら、うん、なんと目の前にキリトが待っているっていう。あ、なるほどね。お旗、はい、で、それでちょっと中松駅まで戻ってもらって、うん、で、秘密基地寄って、うん、立野まで行くか、うんうん、そこで電車でお別れするか。なるほどね。っていう、うまくいったらの話ね。そうね、そうね、それでもいいと思う。結局キリトが、うん、そうね、仕事次第のそうそう、で、興味がそこまでないなら、うん、それこそ苦行じゃん。そうね。
うまくこのワンクッションであいつがね、いけるなら、うん、どうするんだっけ、なんかそういうのがあればって思うよね。言ってもほら、俺たちは別にテレビ局の人間じゃないし、そうこんな AD が走って回るとかはないし、ね、すんげえあれでもないからね。だからそんなうまくいくとは思えないし、うん、どっちかといえばキリトも一緒になってね、そういうふうにキャッキャしたいじゃん。やっぱそれはね、やっぱその素人感っていうか、ちょっと変な意味、ね、いい意味でのやっぱそのリアル感っていうか、そんなガチガチ固まった感じじゃなくて、それはいいかなと思う、うんうん、要はテレビ局がやってるみたいな、うん、要はドローン飛ばして、うん、上から俺たちを撮るとか、ああいうって、ね、やっぱそれ専用の人がいるわけじゃん、そこに。いるわけないじゃん、俺たちに。じゃあちゃんと試験合格して飛ばすと思えばできなくもないけど、そこまでしてもねっていうでしょっていう、そうじゃないでしょっていう、そうじゃない、うん、素人ながらのそうやり方、うん、それでも手は抜かないから、そう、あのね、なんだろう、ね、言うならやっぱすごい三つ星シェフじゃないけど、こう地元 の、 あの中華料理とか町中華的な、あの本当に身近なね、そう身近な存在で、みんながこう親しみやすい、でも美味しいものをね提供するっていう、そういうことを、そう、うん、町の台所という意味で、うん、していいと思う、そこは。いや、もう機材揃えてね、ガンガンすればもう、そらいい食材揃えて、うん、フルコースって言ってくれて、そこら辺のスーパー行って ね、であれしてっていう、そういうこと、身近なね、うん、なんだよっていう、このちょっとしたクスだけでいいのよ、我々は。背伸びしすぎないで、そう無理しない程度で、無理はダメ、やっぱ楽しんで、そう、こちらが楽しむのを皆さんが楽しんでもらえたらっていうだけなんです。ね、無理してなんかして、うちらもね破産するのも嫌だし、その分のほらね、お金が戻ってくるのはねいいけど、そうじゃないから、まあね、ね、うちらが楽しむ程度で皆さん楽しめますよっていう情報提供がちょっとできればいいぐらいだから、うん、一応今回はその南阿蘇の話をやっていくんだけど、あそこが終われば、南阿蘇が終われば、うん、その後俺行きたいところがうん、あるんですよ。未だにあの大分のあのダムのところ行けてなくて、進撃の巨人のやつもね、はいはい、佐賀も佐賀あれキングダム、ああ佐賀キングダムなんですよ。そっかそう、キングダム見たいね。そうでしょう、九州って何にちょっとねポイントでねやべえ、そうね、そう、熊本はねワンピースでしょ、で、大分進撃の巨人でしょ、で、佐賀がキングダムでしょ、で、福岡鬼滅だから、そしたら次の料理もあ、ありがとうございます、行きましょうか、あ、ありがとう、えのきこのかわいそうな、やっぱそこ、怒られ注意が入った、いや、そういうことじゃなかった、そういう、食べるのたまたまね、イエローカードさん、はい、累積で来れないかもしれない、ここに出来になるのやばい、なんかラーメン屋さんみたいな喋ったら終わりみたいな黙って食い俺たちじゃアウトじゃん、広いですね、うん、で、あの沖縄があの島袋先生だから、リーダーたけし、うん、熊本はブスタ京介だからね、そうね、ウォンチュミはねウォンチュミ一番、小田さんより一番夢にあった漫画家さんだからね、でまあスラムにもちょっと影響はね、そうね、井上さんもあるけど、でもどちらかというともう今はもうやっぱ小田さんが、そうね、頑張ってくださって、熊本と言えば、うん、ありがとうございますって、あれがね、もうちょっと前ならね、そのブスタ京介とか、そうね、下手したらあのケロロ軍曹の方もなってたから、そう、ケロロもそうだし、ね、あのラムネもしてたから、あ、そうそうそう、エルちゃん、はい、はい、どうした、はい、
この間ですね、会社でですね、不意に、なんかおすすめのアニメってあります？あ、危ねえ、危ねえな、その振り危ないな、どえらいホームランかますときあるぞ、で、まあ女の子が聞いてきたんですよ。で、その子が、私最近またハンターハンター見始めてみたいな、なんでもあんだろうか、いいじゃない、で、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、なんかありますって、いや待って、ハンターハンターを要は見てるんだよ、いや、そしたらそれ以上ってなかなかないの、まあまあ結構レベル高いよハンターハンター、え、待って、いや、で、ハンターハンターでしょ、じゃあ、え、なに、じゃあ、進撃見た、あ、進撃見ましたよ、で、今度またね、最後があるじゃないですかって言ったら、あ、そうそうそう、ね、あ、進撃見たねって、ってことはまあ鬼滅も見てるよねと思うじゃん、ね、じゃあとか見てない、俺言って、俺ロボットと魔法少女系だしなとか思いながら、で、え、待って、じゃあちょっとこう練って、でもそうやって不意に聞かれるとさ、頭って回んないじゃん、ね、あ、なんか、はい、エルちゃんグラタン、グラタンですって、初めて、俺ここ、何初めてなの、あ、初めて多分、うちでもあんまり、あんまたまに出しますけど、いやもう、だいたいパスタじゃん、あ、それは締めですよね、でしょ、あれ初めて、グラタン初めて、あ、初めてラッポ、あ、今日初めて、初めて、あ、よかったっすね、あ、初めまして、初めまして、グラタン初めてよ、もう俺はもうほら、あの出てくるものに、そうで、ね、そうだーってるからで、やっぱ冬場でじゃん、あ、なるほど、そうそうそう、いいじゃないですか、夏場に食べる、そう、夏場に、そうな、ね、夏鍋とかね、あ、いいじゃない、ね、あ、もう匂いがね、今プンプンして、こうちょっとね、あのお腹がなりそうな感じです、あ、いやいやいや、あ、すいません、すいません、ありがとうございます、グラタンだよ、久々、家でも食わねえしな、グラタン意外に食べるグラタン、なかなか家の方が食わないでしょ、なんかね、結構やっぱ昔ね、うち結構グラタンはね、してくれてた、そうそうそう、割とね、やっぱそこ、あの育ってきた環境が、ね、そうそう、やっぱ違うんでやっぱあの、女の子っていうかね、お姉ちゃん、妹が多かったから、そう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 、こういうのはね、なるほどね、あとすごい、グラタン、いや、ちょっと熱いかもしれないけど、いただきます、うまっ、うん、あ、食べれる、おいしい、これ、おいしいよ、グラタンいいね、ね、グラタン、ちょうど俺的にはちょうどいい暑さというか、いいね、エルちゃん、何を結局したのにおすすめは、あ、そうそう、ちょっとグラタンに持ってかれたんだって、 それで急に聞かれると出てこないじゃん、で、うわー、なんだろうと思って、プリキュアとか言ったのよだから、その子、子供が、ちっちゃい子がいて、え、私プリキュアその日朝見てから来ますよとか言うのよ、おいおいおい、ちょっと煽る気か、俺をプリキュアいけるんだと思って、大丈夫かって、じゃあプリキュアダメだねって、うん、いや、ちょっと待って、ね、じゃあね、じゃあね、わー、何も出てこ、わー、わー、あっ、ブーストってあの、ちょうど今、ブースト後半戦が始まったんで、ブーストやばいよ、でもそれ見ると不女子って言われるよじゃあ俺はなんだっていう話なんだけど、でも結局さ、ハンターハンターがすごすぎるから、見合うアニメってのはないのよ、うんうん、ね、でもうそれ言い出したら最低でも同じジャンプでやってる作品を持ってこないと、新しいメニューですね、そうそうそう、で一応ルロケンも言ったのよ、リメイクしたの、はいはいはい、したらあのその子も同じ意見だったんだけど、うん、いやーちょっと声がですね、昔じゃない、わかる、そう、当時見てるから、だからやっぱ
ね、そら年数も経ってるから変わるんだけど、感覚は確かにそう。知ってるからこそ、だけあのほら、俺がスラムダンクが映画がちょっと見れてないのがそこなんよ。作品としてはすごい悪くないけど、あの当時を知ってるスラムダンクファンはやっぱちょっとだけ違和感はある。でも作品自体すごく面白いから、見てしまえばとは思うんだけど、その見るまでの、なんか葛藤はあるね、でもって思っちゃうところは、ほら、それにつながると、実は新仮面ライダー、あれ結局俺映画館で見てないし、マプラで見たんですよ、見たら面白かったんですよ、バカにしてたわけでもないし、ただなんか見た方がいいのかなっていうのがあって見れなかったんですよ。まあまあでもまた新シリーズはそこでまたちょっとやっぱね、意見も変わってくるから、でもあなんか現代風なのも入れられてて、見ての感想としては普通に面白かった、本当あれは令和のちゃんとライダーを忠実に再現してるし、よかったよ。敵というか、ショッカー側にいる、じゃあトモ男とか、ハッチ女とか、出てくるじゃないですか、そしたら、あの要は顔の部分、マスクの部分ですよね、あれが現代になってて、当時の仮面ライダーの特撮を見てると、ほら、要はかぶり物してたっていう感じじゃん。ハリボテのボテッとするね。それが現代風の超科学を取り込んでる設定じゃん。スタイリッシュにちゃんとこう張り付いてるって、かぶってるんじゃなくてこう骨、ね、こう皮膚からこう出てるっていう、あのね、それこそもう始まりするの雲男とかだったところを見て、これは面白いやつだと思ったんですよ。本当あのスタイリッシュに作られてるっていうか、だから当時のやつがあのそのオリジナルが悪いわけじゃないですか。そう、あのね、非常にきて、そう、ウルトラマンとかもそうだけど、ちょっとやっぱ、あの来て、ちゃんと戦ってっていうか、もうね、あれするっていうのも一つのあれだけど、もうまたちょっと令和になって、ちゃんと技術進化して、ちょっとそこをうまく綺麗に処理できるっていうかさ、だから、万能さん、やったなと思って。すごいね、あれは確かに。続編は難しいなと思ったの。あれがあの一作だから、出てきてるから、そう、盛り上がってるんだなと思って。2号がなんで出てきたかっていうのもね、あの元々ね、あの本郷たけしのね、がバイク事故で骨折しちゃって単純に出れない。そうね。そうからっていう意味での、じゃあ次のちょっとその。リハビリ期間中を埋めるための2号であったけど、意外にそれがヒットして、その後々やっぱ1号2号でっていう。そうだね。そういう意味でもやっぱね、子供たちは知らないけどさ、でもそういうのもやっぱあったから、で逆にあそこで出した方がやっぱ良かったし、今でも結局続くわけじゃないですか。ね、昭和平成ね、令和っていう一大ブームを。ですよ。で、ギーツが終わって、今週からガッチャーと始まったじゃないですか。で、俺まだ第1話見てないっすよ。でしょ、俺も見てないが。そしたら、YouTube で公式がもう第1話上げてくれてんのよ。待って、俺まだね、なんか、あの、正直ね、ちょっとね、ギーツが面白かったんだけど、最後が、ちょっと駆け足気味だったのよ。なんかトントントン、なんか収束ってなんかもう着地地点分からずにザッてこう、ちょっとね、あのね、せっかくほらタイクーンが闇落ちまでして、何健康っていうか、なんだっけ、あれ、あれの能力手に入れたじゃん、あそこまでなって、まああれのベルト自体はプレ版でしか出さないとか言ったけど、あそこまで出てるんで、ね、あれでもうちょっとほら味方になってからも攻めてほしいじゃん、通常のあの忍者系、あれはあれでかっこいいんだけど、あ、忍者でするんだと思ってなんていう、であんま仮面ライダーで忍者じゃないからさ、いやかっこよかったんだけどね、だけ結局夏の劇場版を見ないとっていうところだと思うのよ、
ちょうど最終回前と、うん、の前ぐらいが映画になってるはずなんよね、うん、劇場版のね、うんうん、だけどそこもちょっと見たいんですけど、やっぱね、ギーツが強すぎるのよ。強いねなかなか今まで見るぐらいのあれだね。他のが両人よね。ギーツじゃなくてゾンビのやつだったじゃん、うん、あいつの V シネが あるらしくて、スピンオフ的な、そう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 、うん、面白そうで、うん、あちょっと見たいかもって思って、うん、前飲んだ時にも言ったけど、うん、ギーツはバイクが出てこない。そうね、もう本当なんか本当ゲーム界っていうか、そのお支配する世界の話になるから、うん、ライダーっていうかねやっぱ言うてる割にはやっぱ多少乗ってもらわんとね、うん、うん、あれだけど、だけど最終回があのバイクも出てきたんだけど、うん、なんか、ね、薄いね、そうちょっとねライダーっていうぐらいだからバイク、そうそうそう、アクションっていうか、やっぱ乗りながら変身とか、うん、エルちゃん、ライダーになるのはいいよ、あの動画すぎて、なんかあんまり締まらないっていうあれ言い方があれだけどね、うん、パリッとしないんだよね、だけど、うん、その、あと2人おったじゃん、うん、未来人が、うん、あのあと2人が良すぎるっていうかなんか福君がちょっと弱かったのよ、あのゴッドイーターのゴッドイーターの声優主人公が下手すぎて周りがめっちゃ浮きすぎるっていう、 あれと一緒なんよあいつだけが下手すぎるけど周りはめっちゃ有名人で固めてる、めっちゃ周り上手いから、別に福君が下手とかじゃないよ、そうけど周りが強すぎるから、そこは福君を立てなきゃいけないんだけど、福君がねまだね追いついてないんだよ、ね、年齢がそうだからさ、そうそうそう、もったいないんだよね、あのナビゲーターしてたあの女の子がいるじゃん、ね、あの子と最終回は福君がツーショットのシーンがあったけどさ、あの福君が若く見えちゃう、そう、もうちょっとあとだけ10年ぐらいで福君がねずっとしっくりくるんだけどね、もともと童顔だからあの子は、まあ、それであの子役の時から売れたんだと思うんですよね、いろいろね、だけどね、あの福君が出てて芦田愛菜ちゃんも出てたら、いやもう完璧だったんだよ、それでナビゲーターが愛菜ちゃんだって、愛菜ちゃんの方がうまいからな、うまいんだよあの子は、うまいんだよ愛菜ちゃん、忙しいから、ね、忙しいのよもう、売れっ子だもん、エルちゃん、時間がちょうどあって見るとしたら博士ちゃん見るのよ、あのサンドウィッチマンとめっちゃ面白いあれで、であれね出てるじゃん、ねマナちゃんがなんか前回の武将の一押し、あはいはい、あでなんか言ってたやつがあったじゃん、立花宗茂ね全然知らないマジか、宗茂知らんのかっていう、宗茂熊本城いたからね、じゃああ、わかりました。じゃあ俺ポスト宗茂でいいです、もう今、あれだけど、だから最初、その、はい、第3章ぐらいか、だから忠興さん初めて、忠興さん、小西さん入ってた時は宗茂いたんだ、いましたよ、じゃあ復活させよ、俺を宗茂にしよう、で、宗茂さんがすごい人気だったんだ、すごい人気、じゃあ俺も人気になろう、そしたら、あの要はまあすると柳川の方にやっぱね、あの行ってたら、それやば、あの柳川のその立花宗茂資料館の館長とかいっぱいこっちを応援してくれたんだけど、そしたら地元の人たちから、お なんで柳川なのに熊本の子を呼ぶんだって言ったから柳川でその宗茂をやっぱね、あの候補で集めてっていうのでなったから、なるほどね、でもうちょいやっぱお二人いるのも変だからっつって宗茂さんがいなくなりまして、あ初代松井沖縄に、なるほどでも大丈夫です、あの今かぶってる人いっぱいいます、います、そうそう、今なら大丈夫でしょ、一
一番多いのはやっぱり家康さんかな。グレート家康と、うん、で、あれ名古屋もいたっけ。名古屋行く。名古屋の家康さん変わってねえから。あとあれ忍者隊かなんかのも家康さんいたっけ。じゃあいいっすよ。キリトがポスト清正ですよ。隠れ、はい、隠れ清正、はい、で俺がじゃあその今言ってた宗茂でいいっすよ。ポスト宗茂でいいですよ。復活させましょうよ。いやー難しい。でもね、いや確かにその要は宗茂さんっていうね、やっぱあの西軍についてたからあれだし、で元々キリシタン、キリシタンなんて知ってました。そうで、宗茂さんのだから義理のお父さんが大友総理。大友総理っていうそのまあ福岡とかをね、まあまあ そこもやっぱこのキリシタン系の人。あ、そうなの。今俺仏教かなと思った。そうだからその流れで、うん、あれしちゃうから大友総理で、そうそう。そうなんだ。そう。逆に言うとね、もうちょっとね、熊本って天草四郎もっと頑張って、島原しかいないからさ。いやー、でもね、あの島原の、あの天草四郎はやっぱ女性じゃん。そうね。今もう今出立しちゃったかな。あ、今新しい。あ、もう変わった。天草四郎復活って、うん、なっても男がやってると。うん、元々美少年だったね。だって要は熊本城から天草までの距離って結構あるじゃん。あるね。そうやったら島原と天草の方が近いし、すっげえ近い。全然近い。もうあっちに任せとくしかないと思うよ。エルちゃん、俺8月ね、そうやっぱあのめいっ子のね、あの夏休みだったからやっぱね、あのまあ家族旅行っていうかね、やっぱ夏休みの思い出でやっぱ天草でね、結構、まあ、俺がちっちゃい頃って結構やっぱ天草にずっと、うん、旅行連れてってもらってたから、だからもうまあだから牛深、うん、行ったんですか。うん、いや牛深行って、だからそのまあイルカとかね、うん、見れるからそれもあれしたけど、すん全然台風が間近だったからさ。そうよそうよ。そうだから結構ね、そうだからイルカ見れなかったけど、やっぱそうそう。でもまあ、あの雨とか降んなかったから、うん、全然あれだったけど、まあ3時間、うん、ずっと運転してない。そうよね、そうなるよね。全然同じ熊本だけど、もうこの前行った久留米とかの方が全然近かった。行きはいいとよ。行きは楽しみだから。帰りそう、帰りはでもまあ一泊したからさ。そうそうそう、ホテルで一泊してるから全然帰りはいいんだけど。なるほどね。運転久々したわ。そう、ビール飲めるし、そういうのがあるからさね。え、なんかやっぱり一人はゆっくりできんじゃん。運転手はなんかエルちゃん、なんか来ますね。なんか来るんですか。多分最後まだ締めないですか。あ、本当。今日ね、多分ね、お疲れさんのモードなんで、めっちゃもう、ね、眠くなる。眠っていうか、あくびが今出てる状態なんで。今日どうするの。どうしますか、じゃあこの終わったと。いや、もう2人しかいないんで。あのこれ切りといたらどうする、うん、ってなるけど、やっぱ例のところです。はい、お料理また出てきますんで、はい、ちょっと待っとってください。今ちょうど同時進行になったけど。あ、大丈夫です。もうゆっくりです。どうぞどうぞ。ゆっくりです。いや、あの今日ほらもう飲むってなったみたいんで、うん、多分あっち行くのがワンセットじゃん。あ、そうですね。てかどこで飲んでも行くじゃん。行くじゃんってなるじゃん。じゃあ次回行くときにはじゃあ持ってこよう。そうですね。ナスの揚げ出しですね。揚げ出し。うん。そうね。ナスの揚げ出しは。
熱すぎた。一口いくもんじゃなかった。一口はちょっとね。あ、そうか。まず締めのご飯ものですね。鯛の炊き込みご飯です。はい、なんですって、はい、もう俺実は終わったと思って余裕かまし締めの鯛が来ました。締め鯛がね、え、鯛の炊き込みご飯ですね。あ、美味しそう、うん、おい、うん、うまっ、美味しいっすか、うん、いただきます。はい、ごめんなさい、遅くなりました、はい、でもアイデア、うまっ、これうまいっすよ、なんか目が覚めた味がやっぱ効いてるから、うん、これはいいですね、締めで、うん、はい、エルちゃん、秋アニメは、とりあえずワンパンマンだね、ワンパンマン、うん、無職転生もね、今面白い感じですね。今回は無職転生が一番面白いと思う。さっきのその話に戻っちゃうけど、その会社の子がっていうやつね、はい、で一応ブンストって言った、うん、言ったけど、後からああワンパンマンもあったなとか、うん、ね、いろいろあったなってやっぱ思うのね。でその子と話があったのが、あれ俺オープニング曲が俺にしっくり、あのほら、おおって思う曲だったらハマる、そうそうそう、うん、なんか作品自体が面白くても、なんか曲が一発でパーンってこう印象にっていうか、まああるね、そうそう、だけどなんか違うなと思ったら、ほらなんかちょっと徐々にこう見なくなっていくっていうか、でも大体オープニングいいやつは間違いなくね、いいもんだけどね、あの呪術廻戦、今始まりましたけど、またこの間までやってたやつ、五条悟の生徒の時に、あれの時のオープニングが実は何気に耳に残ってまして、いやでもなんか呪術廻戦もね面白いよね、うん、失礼します、これサービスでいただき物なんですけど、なし、うん、すいません、ちょっとしかないけど、いいだから食べてください、美味しそう、もう秋だ、もうちょっとしたらもっと美味しいものいろいろ入ってくるんで、ちょっと今月の来月ぐらいになります。エルちゃん。だけど下手したら青江のエクソシストが5個ぐらい飛ばすかもしれんね。始まると思う。来季はありましたよ。大人のプリキュアが。NHK で、どのプリキュア、 NHK で住んだね、テレ朝じゃなくてプリキュア5、どうしたので、個人的にはワンパンマンも始まるし、前回はモブサイコを当てたから、モブサイだからさ、あれアイシールド21リメイク戦から突っ込んで、はいはい、でせっかくほらルロケンとかも何度も出るし、その何スラムダンクも映画で復活してるから、めぐみの代もするんだ、あ、そうそう、これが今1週間ぐらい前に PV が上がってた、めぐみの代もか、シャングリラ、キャプツバ、え、まさかシーズン、ジュニアユースね、あのシュナイダーとか全然わかんないですあのね、ジュニアユース編だから、要は今まで、国内でやってて、で、そういう世界選手権ユースで集めるじゃん、アンダー18とか16なんだけど、だから翼とかヒューガとか美咲とか全国のオールスター集めて、あのドイツのシュナイダーとかイタリアのフェルナンデスとかと戦う、そう、
これは結構ね、面白い。一応、来期から始まるやつ、一個ですね、実は興味津々なやつであったの思い出しました。今回、その俺がちょっと見たいロボットアニメなんですけど、昔に遡れば、ダイガードなんとか。ダイガードはね、企業で。そうそうそう、あったでしょ。そうか、パトレイバー。レイバーさんの、要はですね、民間機で、あれですね、一番肝心なのがですね、今回の、被害額、街を壊したときに、ね、そうそうそう、とか、なんすか、経費的なものが発生するロボットアニメがまたあるんですよ。で、一番古いのが、スパロボでも出てくる、トライナー G7、赤社長ですね、公園から顔がだけ出てるやつ、あれも気になします。で、あれもほら、スパロボでもそうだけど、で、あるじゃん。で、あれがあって、パトレーバーがあって、で、ダイガードもあるのわかるじゃないですか。で、マニアックな作品で、ロボットっていうか、地球防衛家族っていうのが、聞いたことあるよ。昔、あったんですよ。あったあった。で、要は、宇宙人から、あんたたち家族が地球を守りなさいと。なんかエルドラシリーズみたいな勢いで。で、成功するたびに、報酬がもらえるんだけど、どうしても倒せないやつっているじゃん、目玉じゃ。だけロボット呼ぶじゃん、ロボットが1回呼ぶのに億円かかるんだって。そうね、リアル。で、報酬が、100万ぐらいなんですよ。ロボット呼んだだけ、1回呼んだだけで大赤字なんですよ。そうね、地球を守るためといえども。でもほら、やっぱそういう、でもリアルさが欲しくて、だけど今度始まるやつ、へぇ、そういう、そう、いやっぽいんですよ。マジか。あ、そう、馬娘もしますよ。今度シーズン3は、今度あれですよ、主人公が北サンブラック。俺の推しのね、里のダイヤモンドはね、あれすごい、これはずっ。で、今度あれもあるでしょ、響けユーフォニウムの、そう、シーズン3もするって書いてあったし、今度始まりますよ、ゆるキャン、第3期。ゆるキャンか、ゆるキャンか、いいじゃない、ゆるキャン、キャンプするか、一回撮る、キャンプ、キャンプしましょう、キャンプする、あ、そうです、する、はい、冬する、11月くらい。はい、ギリ、いや、知らないぐらいのあれで、ゆるキャンになぞってやりましょう。やろう、まあ、キャンプ場じゃなくて、多分ね、どっかそこら辺で、そうね、山を見ながら、そうね、まあでも、まあどっかであれしてもいい。まあでもキャンプ場の方がでも安いよね。でもね、晩ね、コテージとか借りるのね。いや、ゆるキャンは当たりっす。で、何気にドラッグストアのコスモスに行ったら、ゆるキャンのイベントやったもん。それも4月ぐらいから、で、今月ぐらいまでかな、なんかその蚊取り線香とか駐在とか、あれ全部アウトドアグッズがね、ゆるキャンのコラボ商品みたいな。そうそうそう。あ、でもゴブリンスレイヤーもするんだ。あれすごい、ゴブリンスレイヤー2。俺ね、あれやっぱ最初の何話かで見れんかったの。結構グロいもんね。そう、ゴブリンがグロかったし、やるもんね。結構本当、あれはあれかな、だいぶエグい。ああ、スパイファミリーね。ああ、スパイファミリーですね。嫌いじゃないよ。あ、でも万能ですもするんだ。これもね、面白い。いや、転生ものなんだけど、転生2人、要は女の子2人転生されて、1人が要は
聖女様って崇められるんだけど、もうその主人公の子がそのやっぱ勝手に主人向こうの相手が多分あれしちゃうから、私は聖女じゃないってなるんだけど、実はそっちの方が聖女。そうそうそう、もうだから王子様はもう、あ、君が聖女だって勝手についてるんだけど、でもその子は勝手にそのマイペースでその研究とかあれが好きだったから、もうポーションとかを考えしただろう。普通のポーションを作ったらハイポーションみたいな。ああ、なるほど。そうそう、うん、どういうことなんだって、じゃあもう、ああ、女神、もう聖女様じゃーって勝手に。で、本当の聖女様がちょっと居心地悪いんで。ほら、ね、転生して、周りから、ちらほら、そう、やられたからさ。でもその子もそんな、ちょっと引っ込み思案な子だったから、あんまり言えずじまいでっていうことで。結構ね、これも面白かった。あと盾の勇者ね。あ、そう、盾の勇者もありますね。これも面白いね。エルちゃん、あの、すいません、こっちで録画し忘れたって気づいてボタン押して、今88分。そうだね、もう前か。それはこっちのカメラの方がですね、充電がなくなりかけてますもん。じゃあもうぼちぼち閉めますか。はい。エルちゃん。いやー、楽しいっすね。キリトがいないっていうのが大きいんですけど、マルと二人で飲んでても花が咲くんですよ。いいですね。キリトは今日はソードアートオンラインのパチンコが導入日ってことで、パチに行くって言ってたんですけど、いやー、勝ったんですかね。今マールがちょっと席外してるんで喋ってるんですけど、あの、今日もですね、小柄屋さんに来てるんですよ。こうって来ると落ち着くんすよね。いいね、今日も美味しかった。コロッケ、あ、コロッケないわ、唐揚げ、鮭のホイル焼き、そしてタイの炊き込みご飯、この3つ良かったっすね。刺身も美味しかったし、あ、戻ってきたみたいっすね。閉めるぞ。閉めようか。どこまで。いやー、やばね、短い。あ、ごちそうさまでした。やったっす。いや、もう今日はありがとうございます。すいませんね、無理言ってしまって。いや、むしろこちらこそすいません、もう、あの、考える手間がなくてよかった。あ、よかったよかった、はい、いや、よかった。お腹いっぱいでした。あれあれ、隣もよろしく。そうですね、行ってきます。今日来てない。行ってきましょう。今仕事忙しいんでね。うん。また。また来ますね。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。